練習もいいけど休みも大事だろ。息抜き付き合えよ。ここがリュウジの部屋か。どうぞお構いなくだ。お前が言うな。つかなんで来てんだ。呼んでねえし。漫画でも貸してくれ。自分の部屋の読み尽くして暇だ。ああ、勝手に好きなの持ってけ。そういや、くんの初めてだったな。どうよ、俺の部屋。だよな、ガサツなリュウジそのものだ。狭いんだからしょうがねえだろ。これでも片付けてんだよ。こいつはほっといて適当にのんびりしようぜ。そういえば棚の上にあるトロフィーいつのだ。あれか、中学ん時のだよ。秋の新人戦でぶっちぎりの1位取ってさ、お前らにも見せたかったぜ。ほこりかぶってたぞ。かわいそうだ。ちゃんと磨いてやれ。ああ、そうだな。スカ捨てるつもりだったし、あれ。あれ見るといろいろ思い出すんだよ。ぶっちぎって勝った時のことも、諦めた時のことも。ムカついて何度もゴミ箱突っ込んで結局捨てらんなかったんだけどな。そっか、悪いこと聞いた、ごめん。いいって、気にすんな。てか帰ったら掃除すっかな。せっかくの青春の記念だし。つかトレーニング始めたおかげでだいぶ感覚戻ってきてんだ。またガチで勝負できる大会とか出てみんのも悪くねえかもな。つかこいつから教わったんだよ。一回ダメになってもまたやり直せる。そうだよな。おら、またぶっちぎってやる。よそ見してっと見逃すぜ。おお、漫画で見たことある。男の友情ってやつだな。まあな、付き合い長えし、こいつも結構熱いとこあるからさ。さすがリュウジは男の子だな。やっぱベッドの下とかムフフな本とかあったり、どこかな。ねえよ、つかそんな古典的なとこ隠すか。おいこら、勝手に触んなよ。キャー、怒った。